狐嫁干し、イドンゴン、多彩な感情の演技が視聴者を虜に、完璧な滅。この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。写真イコール SBS、狐嫁干し、放送画面キャプチャー俳優イドンゴンの多彩な感情の演技が視聴者を虜にしている。6日に韓国で放送された SBS 月日ドラマ、狐嫁干しでは、デリケートな行動と本音がふんからない態度で周りの空気をぎこちなくするソイヌ、イドンゴンの姿が書かれた。ソイヌはイスヨン、イジェフンのウェアラブルが誤作動していることを目撃し、問題提起した。そしてイスヨンを辞めさせるべきだと主張し、冷たい目つきとカリスマあふれる姿で緊張感を高めた。また、自身と対立しようとするイスヨンを冷たく殺伐とした目つきで一気に制圧した。さらに単にイスヨンが気に入らず空港から追い出そうとしたわけではなく、隠された理由があることに触れ、関心を高めた。この過程でソイヌは苦は、インチョン、空港の売却を進めているのは自身の意思ではないという。事実を明かし、イスヨンに苦は空港にいるともっと怪我をすると心のこもった忠告をした。淡々とした口調だったが、その目からは恐怖と心配が感じられ、説得力のあるシーンを完成させた。このシーンは、ソイヌがイスヨンを理由なく嫌って排除しようとしたのではなかったという事実が明かされた重要なシーンだった。今後のストーリーにどのようにつながるか注目されている。また、これまで明かされなかった弟への心を明かし、ソイヌの物語にも関心が集まっている。幼い頃、兄弟だったソイヌとイスヨンを離れさせた事故の主犯著部長、ユンジ。も再び登場し、ソイヌにこれまでどんなことがあったか関心が高まった。イドンゴンが出演中の、狐嫁干しは、韓国で毎週月曜、火曜午後10時に SBS で放送されている。